クマリンは桜の葉に代表される植物の芳香成分の一種。ラクトンの一種で芳香属化合物である。バニラに似た芳香があり、苦く芳香性の刺激的な味がする。桜湯や天然の大島桜の塩造葉を用いた桜餅の香りはこれらに含まれるクマリンなどによるものである。クマリンはシナモンの香り成分のシンナムアルデヒドやコーヒーの 香り成分であるコーヒー酸とともに天然の香り成分として知られている。当初は中南米に育つ豆かのクマルという樹木から得られる種子から分離されていたが、1876年にウィリアム・パーキンがサリッチルアルゲヒドと無水酢酸の反応により合成に成功。現在では香料、経由識別剤、医薬品原料として用いられている。常温では 無色の結晶、または白変状の個体。アルコール、エーテル、クロロホルム及び気発油にかよう。水に美容。可燃性。紫外線のブラックライトを照射すると、黄緑色の蛍光を発する。桜の葉、シナモン、トンカ豆などに含まれている。生きている葉の中では、クマリン酸配糖体の形で、糖分子と結びついて、 液胞内に隔離されているので匂いはしないが、これを含む桜や、ヒヨドリバナなどの葉や花を半乾きにしたり破砕、塩蔵するなどすると、死んだ細胞の中で、液胞内のクマリン酸配糖体と液胞外の酵素が接触し、加水分解により、クマリン酸が分離、さらに閉環反応が起こって、クマリンが生成し、方向を発するようになる。 食品添加物としては認められていないが、インターネットショッピングや、業務用販売などで、オーバや、オーバーパウダーが、食品素材として流通している。フェニルアラニン E、経費産経費産オークマル酸、ニクマル酸ベータ D グルコシルニクマル酸、ベータ D グルコシルニクマル酸、ベータ D、グルコシルニクマリン酸、ベータ D グルコシルニクマリン酸、ニクマリン酸、クーマリニックアシッドであって、 クマリン酸とも表記されるクーマリックアシッドとは別のものである。ニクマリン酸クマリンこれらの反応はすべて以下の一連の酵素群により触媒されて起こる。フェニルアラニンアンモニアリアーゼ系肥酸にヒドルキシラーゼイソメラーゼベータクルコシダーゼ、抗酸化作用や抗菌作用、抗血液凝集作用がある。通常量では問題ないが、 過量摂取では肝毒性や人毒性が懸念されるため、日常継続的に大量摂取することは好ましくない。フランスのウビガン社が人工合成のクマリンをもとに1882年に香水を調合することに成功し、フジエル・ロワイヤルと名付けて発売し、人工合成材料による香水の製造が始まる。タバコにも香料として用いられるが、発ガン性が生じる。 タバコ会社 B&W 社の研究開発部門、副社長、ジェフリー・ワイガンドが、自社製品への転嫁をやめさせようとしたが、代替品が見つからず、本当に科学的根拠があるのかもわからないと豪語する、営業畑出身の社長サンダファーはクマリン不使用を、検討しなかったことでもめた。このことを題材に1999年、映画、インサイダーが作られた。 日本においては、クマリンは、軽油引き取り税の脱税防止のため、1990年3月から、識別剤として灯油及び A10 油に、1ppm の濃度で添加されている。添加は、石油元売業者の製油所から出荷される際に、行われ、軽油に灯油などを不正に混合しても、ブラックライトを当てると、蛍光反応が出て、識別が可能となる。 イギリスにおいても1984年から灯油にクマリンを添加している。また、誘導体のワルファリン、クマテトラリル、フマリンはビタミン K と拮抗して工業血作用を示すため工業固材や殺素材の製造原料として用いられる。ありがとうございます。